はい、今回はですね、スペクトラソニックスから出ているこのスタイラスっていうドラム音源ですね、はい、ドラム音源というかリズム音源というか、まあ、基本的なビートは、うん、これでできてしまうっていう、まあ、リズムオールインワンなソフトなんですけども、はい、結構使い方も簡単かつ直感的に使えます。立ち上げた時点でこれが出てくるんですけども、まずリズムパターンを選ばなきゃ始まらないということで、このサウンドチェックっていうところをクリックしてあげてください。こんな感じでコアライブラリーって出てますよね。これがスタイラスを買った時についてくるものなんですけども、今デフォルトになっているところをクリックして、こんな感じでいろんなこうクラブ系、スイング系、エレクトロニック系とかいうビートが出てくると。このコアライブラリークリックして、この EXP ライブラリーってはですね、この買った追加音源なども出てくるんですね。で、基本的に追加音源もこのコアライブラリー、要は最初から入ってるやつも使い方は同じで、クリックするとパターンが鳴るようになってます。オートプレビューなんで再生したらもうブレイクビーツみたいなとこからもう様々なビートがあります。で、こっちは左がいろんなこうビートの名前、あまり名前だけじゃ判断できないんですけども、一個一個聞いてってですね、あ、これがいいと思ったとするじゃないですか。そしたらこれをこのままダウにドラッグ&ドロップするともうMIDIで入るんですね。あとはこうコピーしたりとかして使えると。で、これのまあ面白いところはもちろんこのドラッグ&ドロップで入るんですけども、ダブルクリックすると当然この中のエディターに入れて、音をキックを2発にしようとか、これを消そうとか、どっかブレイク作ろうとか、こういうのを簡単に行えるっていうところも面白いかなと思いますね。で、最後連弾にしたりとか、こういうのもできますから。これは斜めに上がっていますけど、どれがキックとかっていうのはどうやって見分けるんですか？あ、聞いて見分けるっていう男らしい設定ですね。なるほど。はい、まあ、鍵盤にも連動してるんで、鍵盤を押していくと、要はビートに合わせてこうばらけてるんですね。どっちかというとサンプラー的な感じの配列になりますね。あ、で、こう探して、あ、こうスネア使いたいなと思ったら、ここをこう打ち込んだりとかですね。ふうに使うと。こんな感じです。こういうパターンがたくさん入っていると。で、ちょっと話が変わって、中にはこのライブラリーですね。こう見てみると、一つのこうカテゴリー選んだら複数入ってるものもあるんですね。はい、これはどういうことかっていうと、上がコンボって書いてる通り、複合の演奏がこれなんですね、一番上。じゃあ、ちょっとこの演奏をまず聞いてみましょうか。かっこいいですね。今、上物でなんか鳴ってますよね。これがいらないとなったら、このドラムスっていうだけのものを選ぶと、ドラムだけが出たりとか、はい、ベースだけ持ってったりとか。こういうことができるんですね。なので、まあ、全部使いたかったらそのまま持っていけばいいですし、ドラムが気に入ったらドラムだけ、ドラッグ&ドロップして持っていく。あ、そうすれば入った音源は、こんな感じになるわけですね。はい。こういうパターンももちろん、出来合いのパターンもたくさん入ってて、もう即戦力になるんですけども、ここからですね、ここはコアライブラリーのサウンドメニューズっていうのがあります。これを選択すると何ができるかっていうと、こう単発で音を選ぶことができるんですね。クラップ&スナップ、要はクラップ選ぶと全部の鍵盤がクラップの音になります。 あとは使いたいのを選んで配置、普通に通り打ち込むんで配置していくと。またこれ結構音がいいんですね。特にこうキックとかは普通洋楽とかこう、まあ、R&B、ダンス系聴いてるって、あ、これスタイラスだろっていうのが結構あったりとか、するぐらい、かなり使ってるんじゃないでしょうか。で、この中だと、例えばクラブ系とか、で、今クラブキックって選んだ時点で全部の鍵盤がキックになるので、例えばこう、聴いて、あ、この音いいなと思って普通にもうどんどん打ち込むことができると。あとはこれにスネアを重ねてったりすれば OK ですね。そんな難しくはないですよね、ここも。そうですね、これは単発でやる場合はトラックを一つずつ用意しないといけないんですか？
用意しなきゃいけないですね。で、この、例えば今1チャンネルっていうのがあって、2,3,4,5,6 って言って8までバラバラの違う音を立ち上げられるので、はい、ちょっとこれお見せしましょうか。で、キューベースの場合は、このインストゥルメントトラックだとちょっと厳しくてできないんですね。上メニューからデバイスで、VST インストゥルメント、ここからですね、スタイラスをもう一回選び直すと。こういう使い方になりますかね。で、スタイラス。今見てください。1って書いてますよね。はい、なので、1チャンの音が鳴るんですね。で、打ち込もうとすると、今1チャンネルはキックにしてあげると。さっきのでいいですかね。クラブキックにして、2チャンネルをスネア。またサウンドメニューから、これでいいでしょう。で、3チャンをハット。ハットにする。で、4チャンはなんかこう、パターンでも入れときましょうか。このあたりからパターン持ってくると。いいですね。これをちょっと使ってみましょう。こんなのがあったとしましょうか。はい。で、1,2,3,4って今割り当てたので、あとはそれと同じようにミディトラックを作ってあげると。3つ作ればいいですかね。で、スタイラスの1番。で、こっちがスタイラスの2番。3、4になりますよね。はい。1チャンネルはキックだったんで、こう打っていきますね。で、2チャンネルスネアだったから、これを3、2,4に入れてあげる。で、ここで、まあもちろんダブルで鳴らすこともできると。で、その次ハットなので、ここを裏で打ったりとかしつつ、こんな感じにしてみましょう。今1小節のループができたんで、一回これで聴いてみましょうか。ちゃんとバラバラになってますよね。はい。で、4番で、さっき4番の場合はプリセットのパターンを使ったので、4番。これを持ってくると。こんな感じでフィルができたので、最後にフィルだけ入れとこうみたいな。これさっき言ったように、いらない部分消すことできるじゃないですか。はい。なので、最後の部分、ここだけ使ってあげようってことももちろんできますよね、こういうふうに。ああ。こういう感じでできると。はい。なかなか面白いですよね。そうですね。っていうのが、まあ、キット選びの基本で、あとチャンネルを分けて、1から8まで配置できるよっていうこと、この辺覚えとくだけでもかなりリズム楽しく打ち込めるんじゃないかなと思います。はい、とりあえず今日はこんな感じですね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。